仙台通宝は、江戸時代に仙台藩が製造していた、地方貨幣。仙踏みは、仙台通宝である。仙台通宝形状は、円形に四角形の穴がはけられた、関係通り、宝などとは異なり、角を丸めた四角形に四角形の穴がはけられている。通用線の材質は、青銅ではなく、 宮城県で豊富に産出していた鉄でできているが、伊方原形である母瀬には、同性である。初期鋳造のものは大型であり、次第に小型化したため、収集会では王、応用、中様、小様と分類している。もともと、仙台藩は、幕府の許可の下で、寛永十四年及び、教法十三年に寛永通り、宝銅線を、原文四年及び、明和五年からは、 石巻において、鉄線を鋳造していた実績があった。その後、天明の大基金の際に、犯罪性が逼迫したことをきっかけに、天明4年に5年間の期限という条件で幕府の許可を得て、独自の地方下である仙台通り、宝の鋳造に至った。明和年間に、石巻で寛永通り、宝鉄線が多量に鋳造された時、 全国的な銭相場下落を引き起こした経験から、官営通り、宝と区別するため専分を、仙台通宝都市、なでくの形状として、両内通用に限ったものとされる。材質が悪いことから嫌われ、藩内でインフレーションを招く一員となったとされるが、経済的な裏付けが乏しかった反殺と異なり、少なからず、諸国へ流通した形跡も見られる。 材質の悪さは、幕府の準権手である、古川小松県も記録に残しており、100分を支払いに、使う間に2から3分が砕けて捨てるざるを得ないほど、質が悪かったという。さらに格型のため持ち歩くだけで1日で財布に穴が開くなどの弊害もあった。鋳造量は30万8000分にも及び、また、通用範囲が、領内に限られていたことから、 関営通り宝に対して価格が乖離し、発行当時、一両につき10八800分の相場であったものが、後に21貫分まで下落し、天明7年7月に5カ年の期限を待たずに、中造停止となった。仙台通り、宝の相場が関営通り、宝と比較して低下したことからこれを買い集め、関営通り、 宝の千差しに交えて通用させ不正に利益を得ようとする者が現れ、仙台半量を超えて土まで流入したため、文化3年に幕府はこれを厳しく取り締まる触れ書きを出すに至った。ありがとうございます。